子チャンネル。やっぱりどうしても静岡に、行きたいので、今から静岡に行って、ここからは車中泊の旅をしていこうと思います。お疲れ様です。ハスコです。富士山を見に半山寺ロープウェイにやってきました。イエーイ。やっと念願の富士山が見えるということで、めちゃめちゃ楽しみです。ハスコチャンネルか、どちらからお越しですか。最後はどこなんだろう。え、富士山、富士山見えない。ちょっとこの展望のやつで見てみようと思います。おお、富士山見えなかったです。この時期は見えないんですかね。ショック。やっぱ浜松からじゃ見えないのかな。はい、空気の澄んだ日だけ見れるのか、残念。はい、というわけで富士山は雲がかかってたっていうのもあるし、ちょっと遠くて曇り気味であったし見れなかったです。で、ちょっと静岡の本当に富士山が見えるスポットまで行こうかなとは思ったんですけど、ちょっとね、時間的にも、あと夏場っていうことで、私が想像してるちょっと雪が かかった白っぽい富士山は今の時期だとちょっと厳しい、違う、なんもない富士山っていうか想像してる富士山じゃないんじゃないかなということで、また違う時期にリベンジしに絶対行きたいと思います。というわけで今日は温泉カフェで車中泊していきたいなと思います。それでは行ってきます。ラクスパカフェに到着しました。早速、手続きしに行ってこようと思います。今回私はカーステイという予約サイトから予約しました。専用の駐車場に止めました。じゃーん、ブルーの、これが館内を1日こう自由に使えるフリーパスポートです。岩盤浴も入れて、
まあ、お食事どころ、今日は車の中で使えるんですけど、お食事どころの利用とコミックを読めるところもあるし、で24時近くまで空いてるみたいなので、結構すごいいいんじゃないかなと思います。とりあえずフルフラットにしていきたいと思います。今日のフルフラットはこんな感じです。今日風の流れ的にちょっとホースがあそこの部分だけ開くので、こっちに今回はホースを置いてみました。お腹が空いたので早速車内でご飯を作っていきたいと思います。はつこチャンネル、今日はこのまた圧力鍋を使ってうなぎ丼みたいなのを作りたいと思います。それではやっていきたいと思います。うなぎです。うなぎと大ネギ、看板何だれかな、タレと家から持ってきたジップロックのお米です。お米入れます。じゃーん、うなぎのタレ1、まあだいたいまた薄かったら入れたらいいかなと思います。なんとこれで終わりです。まあ電気圧力鍋なので、はい、待ってみようと思います。でじゃん、炊飯でいきます。12分でいきます。できました。熱いか。押してみます。あ、これカーテンに飛ぶな。調理するときに飛んじゃうので、こう100均とかでガスコンロの周りにある大やつを買った方がいいかなと思います。開いた。わーわー、じゃーん、いい感じ。ネギを入れて混ぜます。もう小出しにできるようになってる。ネギ余ってもな。じゃーん、おお、美味しそう。じゃーん、いただきます。美味しそう。もう10分12分でできるんで、ほんと楽です。あ、薄いかもご飯の味はちょっと薄かったです。なのでタレを追加しようと思います。うん、うなぎはめっちゃ美味しい。美味しいしかしてない。この後はお風呂に入ったりしようと思います。このリストバンドが温泉カフェを利用する人のフリーパスなんですけど、1500円ぐらいで1日中それが利用できるんですよ。まあその車中泊スポットとはまたそれは別料金なんですけど、夏は
ボタデンがいくらあるとはいえ、この夕方から次の日のお昼近くまでフルで使ってたら多分すぐなくなると思うんですよ。本当にちょっと寝る時とちょっと寝る前の車内で過ごす時間をのためにエアコンを使って、エアコンの電力の消費のために、そうなんですよ、 RV スポットじゃないので館内でくつろいだりしていきたいなと思います。その館内を利用しないこのパスがなくても、その車中泊の駐車代に朝の温泉は含まれてるみたいなんで、朝お風呂が無料で入れます。で、浜松のあのロープウェイから20分で来れたし、割とこの辺栄えてるからすごいいい場所なんじゃないかなと思います。静岡では有名なんですかね。やっぱりもうすごい何もなかったら暑いです。というわけで今から、スパの中に行って、温泉や岩盤浴に入っていきたいと思います。フリーパスの購入者はこのコーヒーがなんと1日無料で飲み放題なんです。めちゃめちゃやばくないですか。もうコーヒーずっと飲み放題ってもう幸せすぎる。雰囲気もとても良くてめちゃめちゃリラックスできました。生ビール来たー。ハスコチャンネル。この時はヤンキーの兄さん3人組が今から車で泊まりたいんですけどみたいなこと言ってて、今からは無理でしょうって、店員さんがちょっと確認してきますのでっていうやり取りを聞いてる時の顔です。ハスコチャンネル戻ってきました。結局あの3人組のお兄さんたちはいくら当日 OK とは言え、深夜の12時ぐらいに予約はやっぱできないみたいで、アプリのダウンロードからお願いしますというふうに断られていて、要はハスコだけみたいなのでちょっと安心しました。やっぱこういうことができるからやっぱ車内がいいなってそういう面で思います。で、一個だけ気づいたことがあって、ここは RV パークではないんですよ。 RV パークって結構その RV パークって名乗るためにルールがあったりして厳しいんですよ。なのでここは館内が空いてる間はトイレを利用してもいいけど、それ以外の時間はトイレはないということで、
結構軽自動車で車中泊する人はそこが結構ネックなんじゃないかなと思います。8分行ったところにセブンイレブンがあったので、こう何か買うついでにトイレに行くっていうことはできると思うんですけどね、やっぱすぐ行きたいなって思う時とかちょっと不便かなと思います。でもそれを抜きにしたらすごく楽しかったです。はい、ではまたお土産を見ていきたいと思います。じゃーん、浜名湖オルゴールミュージアムのこれはハーモニカですと、フランス風のランタン作りです。イエイ。何か記念になるものが欲しくて、でちょうど目に入って1000円ぐらいだったので買ってみました。多分車内でこうちっちゃいのでちょっとしか音は鳴らないと思います。まあ、車内で多分外にも音が聞こえないので少しだけ吹いてみようと思います。初めて吹きます。ミファソラシド、難しい。吹奏楽部ハスコです。鼻水出てきた。何の曲か分かりましたか？穴がねちっちゃいんですよ。だからんみたいな。次はランタン作り。 USB のライトを使っているんですけど、こう防災面とかいろいろな面で太陽光でこう光るライトがやっぱり欲しいなと思って、お、イエーイ、カーペンが入ってますね。結構薄い。ひらすひらり別のよ。なんか色塗りとかってなんか自律神経にいいらしいです。最近結構乱れがちなのでちょっといいかもしれない。できた、完成しました。じゃーん、ステンドグラスです。手作り感満載、いい感じなんじゃないでしょうか。ちょっと暗くしてみようと思います。はっ、あー、いいエモい。いや、可愛いんじゃないですか、ね、はい、ではそろそろ寝て明日は朝風呂に入ってきたいと思います。おやすみなさい。ハスコチャンネル。今夜中
中の2時なんですけど、おしっこ行きたくなりました。で、雨がすごい降ってて、で、ちょっとセブンイレブンまで歩いていくのは大変かなってことで、簡易トイレを作って、車内で排尿します。早速トイレを作っていきたいと思います。今日使うのはさっきの箱とさっきのお土産の袋と、トイレットペーパーです。どこだ。完成しました。簡易トイレです。無事成功しました。お騒がせしました。おやすみなさい。はつこチャンネル、おはようございます。温泉に行きます。お風呂から上がりました。今回、静岡県の浜松に来たんですけど、浜松市は、鈴木の、本社があるということで、鈴木の歴史博物館に行ってみたいと思います。それでは行ってきます。あ、すごいかわいい。はつこチャンネル、歴史館に到着しました。すごい。かっこいい、これ。これかっこいいですね。わかりますか？ハンドルが変わってる。タイヤとかもすごいな。あ、すごいかわいい。すごーい。ワクスポっていうらしいです、この車。これか。かわいい。離れすごいな。これも車中泊できるし、これ何ですか、このテレビは。へえ、すごい。これやばい、これやばい。ハスラーの新しいバージョンもあるんですね。このハスラーコンセプトっていう名前なのかな。かっこいい。あ、こういうカスタムしたらすごいかっこよさそうですね。いい。レトロかな。かわいいですね、レトロも。これかわいい。これが初代ジムニーですかね。あ、すごいこれ。こんな感じなんだ。で、だんだん新しくなってくるんですね。ハスラーは残念ながらありませんでした。でもこういろんなこう車の歴史とか鈴木のこだわりみたいなのを知れてよかったです。新しい車がどんどんこう開発されるってなるとワクワクしますね。はい車に戻ろうと思います。すごい楽しかったです。ハスラーがちょっとなくてそれは残念だったんですけど、ここにずっと来たいなと思っていたのでようやく来れたなという感じです。今から朝ごはんを食べに行ってきたいと思います。はつこチャンネル、山口では見たことないコーヒー屋さんに来てみました。
モーニングが美味しそうだったので選んでみました。というわけで東海エリアの車中泊旅が終わりました。愛知と、静岡だけなんですけど走ってみて、まあハスコチャンネルのステッカーはなかったですね。大阪に帰っていこうと思います。温泉カフェの車中泊がすごい素敵すぎて、まあ、ちょっとトイレがないのがマネックではあるんですけど、また来たいなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Thank you.